常はありません。出陣するか。すでに勝ちは見えておる。今川家臣である瀬名殿と朝比奈殿がこの真田の里に来ている。話が漏れてしまってはことだからな。万が一一人もに何だと。無働きなど自慢にならぬ。無策である。いい、ふん。愚策で。
何だと。仕掛けておいて言えたことではないが、入荷わか、そうだな。
すでに勝ちは見えておる。楽させてもらうよ。これより今川を攻める。父上、氏真には駿河一国を保つ器量はない。このままではいずれ徳川に、いや織田に飲み込まれよう。信長にこれ以上力を与えるわけにはいかんからね。はい、父上の王道をなすためにも。北条は黙っておりますまいな。そうだな、今川と北条の縁は深い。相模の獅子が敵に回るのは厄介じゃが、避けては通れぬこと。二人。はい、父上。万全を尽くします。とするかね。援軍進撃。今川から駿河をもらうよ。お役者様が志す王道が倒れ、この戦負けられぬ。勝頼、本陣守備の大役任せたよ。しかと務めてみせます。敵将討ち取った。おのれ武田、裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。今川は恐るるに足らず。だが北条の遠兵には気を配らねば。武働きなど自慢にならぬ。願いを訳した世良様ら、まもなく着陣されます。ご苦労、協力の成果を見せるときだな。この戦、楽に勝てそうだな。まさゆきの小賢しい策もいらぬのだ。義元なき今川など、武田の敵ではないわ。無働きなど自慢にならぬ。なんという無様な。正幸、見事。資料の深いものの藤だね。見えている。聞かせていただく。お前は本当に期待を裏切らないな。無働きなど自慢にならぬ。ここまではたやすい。
ちらまでわしを裏切ると。なぜじゃ。息かけ、不忠を働く者断じて許すまじ。解剖出せるわけにはいくまいぞ。見えてみせる、わしかっこよすぎかの。味方に参じた者を切り捨てては親方様のお堂に傷をつけることになる。敵の士気を削いだはずだ。あの者らと共に一気に今川を破るぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに寝返りか。条約の受け身の力いささか見苦しい。しかもつい先日刃を交えた者どもとはあまり当てにするべきではないか。家臣は願い、武田は勢い盛ん、立てるはずがないの。勢いに乗って中央の敵を崩そうかね。氏真様、おやじ、ここは私が守りますゆえ。正門無働きなど自慢にならん。敵将を討ち取ったり。撤退する。今川で不当な扱いを受けているはず。それでもなお今川のため戦うのかな。裏切られたから裏切ってもいいって。すみません、そんな風には考えられません。苦労症だな。よし、わしを許すんじゃ。故にこそわしは進まぬわ。無働きなど自慢にならぬ。思った以上に脆いな今川。他者として名をなそうと崩れる時は一瞬か。武田の選択。でも北条は同盟に従い今川をお助けします。敵の陣容数など関係ないよ。武田軍の盛況さ天下に示すは今ぞ。親方様に続け、今川も北条も一気に打ち破るぞ。武田の息の根を止めてくれるわ。北条綱重参る。地王八幡、北条綱重のご登場から厄介な者を連れてきてくれ。あのような者に勝てるはずがない。やはり今川に。わしもちょっといいとこ見せちゃおうかね。
使えるべきはやはり今川。我らは氏真様に誠心誠意お仕えいたす。やはりあの程度の連中か。このままでは勝頼様が危ない。わしかっこよすぎかの。北条の援軍はあらかた叩いたが、残るは今川館のみ。氏真様はわしらがお守りする。武田め、ここは通さぬぞ。正幸、見事。思慮の深い者の富士だね。この窮地、いかに脱するか。ものの富士だね。無働きなど自慢にならぬ。この窮地、いかに脱するか。私はこの程度の男なのか。今川を、氏真様をやらせはせぬ。わしが命に代えても武田を止める。お前のような家臣がいてなお国を保てぬとは哀れだ。大将、
情けない。これではとても武田の跡取りなどと。すでに価値は見え、楽させてもらうよ。これより今川を攻め、さて始めるとするかね。全軍進撃、今川から駿河をもらうよ。親方様が志す王道なら、この戦負けられない。勝ちよ。本陣守備の大役任せたよ。しかと務めてみせます。つばたらきなど自慢にならぬ。おのれ武田、裏切ったか。駿河は断じて渡さぬからの。今川は恐るるに足らず。だが北条の遠兵には気を配らねば。敵将を討ち取って、遠慮、寝返りを訳した世良様ら、まもなく着陣されます。ご苦労、強力の成果を見せる時だ。敵将打ち取ったよ。よし、さらに攻めかけよう。開門。この戦楽に勝てそうだな。正幸の小賢しい策などいらぬのだ。義元なき今川など武田の敵ではないわ。我らはこれよりは武田の将として戦う。氏真さん、お許しあれ。おのしらまでわしを裏切ると、なぜじゃ。見てかかん、苦衷を働く者断じて許すまじ。開門。出せるわけにはいくまいぞ。味方に参じた者を切り捨てて、親方様の王道に傷をつけることになる。護衛がいっぱいでなかなか近づけません。寝返りは敵の士気を削いだはず。あの者らと共に一気に今川を破るぞ。わしらも信玄様にお味方するぞ。さらに寝返りか。上略も受けぬうちからいささか見ぬるし、しかもつい先日刃を交えた者だもと。あまり当てにするべきではない。家臣は寝ない、武田は勢い盛ん、勝てるはずがないの。氏真様、お役、ここは私が守りますゆえ。エモン、中央の敵を崩そうかね。思った以上に脆いな、今川。他者として名をなそうと崩れる時は一瞬か。
の選択。でも北条は同盟に従い今川をお助けします。ライドン、様に続け、今川も北条も一気に打ち破るぞ。よしよし、これで攻めやすくなるね。武田の息の根を止めてくれるわ。北条綱重、参る。地王八幡、北条綱重のご登場か。厄介な者を連れてきてくれた。あのような者に勝てるはずがない。やはり今川に。わしもちょっといいとこ見せちゃおうかね。敵はやはり今川。我らは氏真様に誠心誠意お仕えいたす。やはりあの程度の連中か。このままでは勝頼様が危ない。不働きなど自慢にならぬ。封印火山。さすが父上、私は到底及ばない。開門。北条の援軍はあらかた叩いた。残りは今川館のみ。こちらがお守りする。武田め、ここは通さぬぞ。石政たちが倒されるなんて。けど私一人でも今川を守り抜かなきゃ。
この程度の男なのか。よしのぶよ、おことはわしを許さぬじゃ。ゆえにこそわしは進まねばならぬ。神様、その力になれるといいのだ。勝頼様こそ武田を支える柱です。親方様と共にお進みください。足元を救われたか。わし、かっこよすぎかの。ここまではたやすい。見えているぞ。敵将を討ち取った。無働きなど自慢にならぬ。打ち取った。これほどとはな。お前が調略を済ませてしまうから俺の出番が減るではないか。正幸、兄上の武勇なくば戦は終わりませんよ。今川を氏真様をやらせはせぬ。わしが命に代えても武田を止める。お前のような家臣がいてなお国を保てぬとは哀れだな。良い働きだ正幸。お前はまさに真田の誉れだな。恐れ入ります。兄上がおられればこそ私も好きに働けます。働きなど自慢にならぬ。サイボン、これではダメすぎる。氏真様、申し訳ありませぬ。もう終わりじゃのう。氏真、すまんね。駿河は武田がいただくよ。不慮の事態があろうと我が軍は揺らがない。親方様がそこにおられる限り。正幸、見事。思慮の深い者の富士だね。霊を破り国を動かす、それが王道なの。ただ自国の安泰のみを願うようでは王道はならぬ。
それは確かだ。この窮地、いかに脱するか。罪である。敵将、討ち取った。見えている。すること火のごとし、わしが家臣に示していかないとね。父上、駿河攻略おめでとうございます。いやいや、浮かれてはおられん。北条がこのまま黙っているとは思えないよ。北条とて親方様の王道を阻めはしません。断じてさせません。品が入っております。ご武運を。
正行様。いかがした？正行様、うん。
構えはこうだな。もう少し腕を引いて。そうそう、こうですか。ありがとうございます。子守を雇った覚えはないのだがな。父上、お帰りなさいませ。これでも軍略家のつもりなんですがね。島左近と申します。ご子息が熱心に鍛錬をなさっていたので、ついね。ご指導をいただきました。そうか、それは世話になった。真田昌幸だ。存じておりますよ、信玄公の秘蔵家。ぜひ一度お目にかかりたかった。過分な期待は迷惑だな。ご謙遜を。信玄公に軍略を学ばせていただきたいと思いましてね。しばらく武田でご厄介になります。そうか、よろしく頼む。よろしくお願いいたします。ご挨拶が遅れました。真田幸村と申します。これはご丁寧に。幸村殿、よろしくね。Thank you.
承知した。承知した。ほう。